みんな生きてるかな。どうなると思う。一生会わんと思うけどな、中学とか小学校のやつら。まあ高校も大学も、もう多分一生会わへんけどな。みんな結婚しとるかな。まあ、結婚してるみたいな話はちょいちょい聞くけどね、噂で。人と会いたくないんだよね、なんか地元。地元あんま好きじゃないんだよ。もういいだろ、25年ぐらい住んだしさ、地元。大阪。もういいよ。飽きたよ。嫌なんですよ、なんか駅でさ。その中学とかのやつと会うのが本当に嫌で、なんかもう世界ってすごい狭いなって思ってしまう。世界はこんなに広いのに俺の世界はこんなに狭いんだって、なんか嫌だから、もういつもバレないようにしてたわ、同級生。そう、多分27、28で結婚を散らすよね、みんな。不安になってきた。これもうほんまに、本当に今ね、俺本当に、もう、ま、約束してもいいけど、本当に今何にもなくて、女の子関係が。本当に何にもないんですよね。ゼロなんですよ。なんか、付き合ってる、付き合ってないとかじゃなくて、その発展というか、そのスタートラインからないんだよね今。っていうことを考えると、何やろ、28で結婚してないわ、はははでもさ、ランクがあるんですよね。今かもう同棲してますとか、彼女いますとか、あ、気になる子がいますとか、そのもうスタートラインってことはさ、そっからね、2年、最低2年、2年でも短い。どうなるんだろう。職場はないというか、職場はないし、ないというか、職場とか絶対嫌やし、俺。仮にあったとしても。別に俺に選ぶ権利はないっていうか。どんな美少女がいて、どんなに俺が好かれてても職場は嫌や。職場だって職場じゃん。普通に嫌や。マジで無理や。職場は会社の人でしょ。俺も初音ミクと結婚するか。それしかねえな。アイガールとパコルか。アイガールとパコルしかねえかな。いいんじゃない、あとちょっとだけ。ここか。もうほんまにあれだわ、手首さえ切ってなければいいよ。手首だけ無事だったら俺もう何でもいいよ。手首だけちょっと、ね、無事だったらもう俺はもうそのハードルで生きてるから。これで終わりか。ピアスや、ピアスも俺嫌やな。切ってたら嫌やな、俺もうちょっと。
めっちゃ可愛く、いや無理やな、着る子はもう一生やらんねやったらええけど。タバコも絶対無理やな。注文多くないやろ、すげえ低いハードルやぞ。腕切らないでください、ピアスはちょっと嫌です。これで俺ハードル高いって、俺どんな人間、人の形をしてること以上望んではいけないのか俺は。多いかな、タバコいやピアスいや腕が切られてると嫌だみたいな。いやそんな高いかな、ピアスはまあ正直別にいいわ。それ変な場所で下ピとか折り合える、へそピとか、まあ、別に普通にピアスはまあ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 我慢するわ、嫌やけどな。親からもらった体にな、ちょっと傷が入るの俺あんま好きやねないないよ。チクピはあんまりチクピは興奮できへんな。チクピはむしろ俺がされたいわ。俺がされてそのチクピをコリコリコリってされて、それはやりたい。それぜひお願いします。そういう意味ではチクピはありかもしれない。アミ早く結婚して子孫残しない。いやじゃあ俺マジでさ、喘息とアトピーとアレルギーと指短いのあるからさ、ちょっとあんまりピロリ菌もあるしさ、子供あんまりかわいそうだなと思って、あんまりいらないかな。精神の弱い子だったらさ、もう死んじゃうマジで。この血はここで止めとくべきだなって俺は思います。結婚はするかもしれないけど、子供はちょっといいかな。いや子供嫌いだし俺ほんまに。でも俺そんなアトピーひどないっていうか、今普通だし、今なんもないし、アトピーもアレルギーも治ったんだけど、喘息も全部。とはいえなあ、どうなるか分かんないからな。遺伝子としては残っちゃうからね。肌めっちゃ綺麗だよ俺、反動かもしんないけどね、アトピーのめちゃくちゃ綺麗だから。ハゲもあるの。おおちょっと、おいおいハーレム、おおおい、なんだこの夢の島は、怖い。これが朝鮮半島ですか。必死やんこいつら、セックスアピール必死じゃん。小色もいるしね。小色ちゃん YouTube 見たら再生数8000ぐらいで、ちょっと変な笑いが出ちゃった。お前ちょっと一人ずつ登録していくから、ベストフレンドに。なる。お、ルミコ、俺の童貞を。じゃあ一人ずつちょっと手首確認するから。はい、手首出して、左手手首出して、あ、手首確認するから、手首と OD 歴を確認するから。ちょっとドイツパコルかちょっと決めよう。アフター誰誘おうかな。あ、綺麗になってる。
ビュー